旅研さんファンタスティックトラベル、しなの鉄道第2章。まずはしなの鉄道妙高高原軽井沢間の信越本線を含む全30駅を一気にご紹介します。妙高高原駅、黒姫駅、古間駅、牟礼駅、豊野駅、山西駅、北長野駅、長野駅、阿守駅、川中島駅、今井駅、篠ノ井駅。八代高校前駅、八代駅、菊間駅、徳良駅、榊駅、テクノ榊駅、西上田駅、上田駅、信濃国分寺駅、大谷駅、田中駅、重野駅、小諸駅、平原駅、三代田駅、信濃追分駅、中軽井沢駅、そして終着軽井沢駅です。しなの鉄道第2章は長野から上田までの鉄旅をご紹介します。八代は東日本最大の古墳と廃線遺跡、徳良は徳良上山田温泉の玄関口、日本百名城の上田城まで見どころが満載、ぜひお楽しみください。長野駅です。今快速軽井沢リゾート号が入線してきました。これが2020年7月から登場した新型車両、噂の SR1K 車両です。ロイヤルブルーとシャンパンゴールドのフェイス、緑と水色のサイドのラインは沿線の山並みと清流を表現しています。軽食を楽しむこともできる快適なプランも用意されているんです。座席はロングシートにも転換可能なデュアルシートが採用されています。
SR1系で一気に終点軽井沢までと行きたいところですが、当ビデオは各駅停車の旅ですので、普通列車に乗り換えて長野を出発いたします。長野から篠ノ井の区間は未だ JR 信越本線のままとなっています。最初の駅青森を越えると犀川橋梁に差し掛かります。昭和32年完成の平行弦ワーレントラス橋です。橋梁を越えるとすぐに川中島駅が見えてきました。川中島といえば、戦国時代上杉謙信と武田信玄が北信濃の覇権をかけて争った川中島の戦いの舞台です。特に1561年の4回目の川中島の戦いは大激戦となりました。川中島はご覧の通り、犀川と千曲川で囲まれた肥沃な三角地帯です。激戦第4回は川中島の南側の篠ノ井駅に近い西女山、海津城、八幡原で繰り広げられました。川中島駅の構内もご覧の通り、信玄と謙信の絵や軍旗、古戦場のマップなど川中島の戦いの資料で貼り尽くされています。大激戦が繰り広げられた篠ノ井駅です。戦国時代から交通の要衝で、北国街道と善光寺西街道の追い分けとして愛の宿になっていました。篠ノ井駅はご覧の通り巨大です。北陸新幹線が脇を走り、信越線、長野鉄道、篠ノ井線が2線、あと右半分は全て JR 貨物の線路です。115系の台湾鉄路管理局のカラーの車両が入ってきました。鉄旅を社に進めていいと思います。ここが篠ノ井線との分岐線です。篠ノ井線は松本を経由して中央本線の塩尻まで走る路線です。ではお待ちかね、長野電鉄八代線の廃線遺跡を車窓からご案内いたしましょう。千曲川東岸の長野県塩戸市、松代、須坂、小布施をつなぐ路線でしたが、残念ながら2012年に廃止されてしまいました。今信濃鉄道が走っているこの左側を走っていたのが長野電鉄八代線です。線路が取り除かれた様子を感じていただけることと思います。この辺りのポイントから線路は2本に分岐していました。現在も信濃鉄道は八代線のホームに入線することができます。ここがホームの跡です。残念ながらあの屋根が撤去されてしまっています。信濃鉄道も八代駅に入線します。旧長電八代駅の先に見えるのが長電テクニカルサービス八代車両工場です。信濃鉄道の車両検査はここ長電テクニカルサービス八代車両検査場で行われているんです。旧長電八代駅の線路は信濃鉄道の車両検査用の線路として今も使われています。しかしこのプラットフォームの上にあった木造の屋根と跨線橋がなくなってしまい寂しい限りです。八代駅です。千曲市の玄関口の駅がここ。千曲市といえば東日本最大級の前方後円墳である森将軍塚古墳がある町です。森将軍塚古墳は八代駅の裏山の上にあります。山の上に全長100メートルの古墳が建設されているんです。古墳時代前期の築造であり、近畿地方の古墳と形が同一だそうです。古墳は八代駅の裏山ですが、入り口は山の反対側なので徒歩で20分ぐらい歩いて古墳入り口に到着します。
あの標高490メートルの山の上が古墳なんです。埋葬している人は正確には不明。ちなみに森将軍というのも森という場所の偉い人という意味らしいです。この古墳館は山頂にある古墳のレプリカが実寸大で展示されています。特に後円部分の石室は実物そのものです。この古墳は今からおよそ1600年ほど前に作られ、当時の信濃の国を治めていた王の墓ではないかと考えられています。副葬品や埴輪などの出土品も展示されています。古墳のふもとには竪穴式住居も復元されているんです。5軒ほど建っており、弥生時代の村を再現してあります。さあ、115系横須賀線色に乗って八代駅を出発しましょう。正面奥の山のピークがゴリガミネです。手前に続くゆったりとした長い尾根は信濃鉄道の美しい四季の車窓を彩っています。北陸新幹線はこのゴリガミネの地下のトンネルを走っており、この地の車窓を感じることはできません。小倉駅が近づいてきました。ご覧の通り、信濃鉄道の車両基地があり、多数の留置線と115系車両を見ることができるんです。この車両基地で運転手の交代が行われます。時刻表で小倉駅の2分停車はほとんどが運転手交代のための時間です。小倉駅は戸倉上山田温泉の玄関口です。大正、昭和、平成と善光寺参りの後は戸倉上山田温泉で一泊して精進落としの観光客で賑わっています。戸倉上山田温泉は明治時代、信越線の駅が戸倉にできず廃れていく戸倉を嘆いた地元の造り酒屋が戸倉復興をかけてスタートした挑戦から始まっています。その人の名は坂井良之助。坂井名城の当主が戸倉温泉の老舗笹屋ホテルをスタートしたところに戸倉温泉の原点があるんです。千曲川を挟んだ対岸に戸倉上山田温泉があります。旧北国街道沿いの戸倉宿に建つ茅葺きの建物、ここが坂井家の造り酒屋なんです。230年以上の歴史を経て、この建物では造り酒屋から今は蕎麦屋を主業にしています。室内をご覧ください。非常に歴史を感じさせる構造になっています。戸倉温泉笹屋ホテルと並ぶ老舗上山田ホテルです。その他、ここ滝の湯、西風園など温泉街には和風の素晴らしい宿が立ち並んでいるんです。その中で私は日帰り温泉湯の花銭湯随所で取材旅行の疲れを癒しました。泉質は柔らかな硫黄の香りが漂う単純イオン温泉。湯量豊富な源泉かけ流しの銭湯です。歩き疲れた体をリフレッシュすることができました。さあ、温泉を楽しんだ後は再び戸倉から信濃鉄道に乗りましょう。榊を越えるとゴリガミネトンネルから新幹線も顔を出してきました。テクノ榊、西上田を過ぎると上田駅が近づいてきました。上田は戦国時代真田氏三代ゆかりの地です。また
北国街道上田宿の町として栄えた時代の建物群歴史文化に触れることができるんです。はい、第2章はこの辺で終わりたいと思います。次回第3章はここ非常に勇壮な上田城からスタートしたいと思います。長らくのご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録ご協力よろしくお願いいたします。